私は30年間中学校で保健体育の教師として教育現場の最前線で真正面から子どもたちと向き合ってまいりました。教育現場には今なおいじめ、不登校、児童虐待、さらには家庭の経済格差による教育格差の問題と課題が山積をしております。立場をいただいたならばやりたいことが山ほどあります。この福岡に、この九州に未だ公立の夜間中学校がございません。先日自主夜間中学校を視察させていただいたときに、ある年配の高齢者の方が漢字一つを覚えるのも嬉しいと語っておりました。私はそこに教育の重要さ、人間の輝きを見ました。必ず公立夜間中学校を一日も早くこの福岡県内に作りたい、目指して頑張ります。よろしくお願い申し上げます。また教員の長時間労働の問題も深刻であります。また OECD に加盟をしている36カ国の中で日本の教育予算は最低水準にあります。これをしっかりと拡充を図ってまいります。社会において倒れても立ち上がるたくましい子どもを作り上げるためには、学校教育現場の中で達成感を味わわせ自信をつけさせていく以外にないと考えております。この福岡県を教育立県にしたい、その覚悟で走り続けてまいります。どうぞ皆様勝たせてください、勝たせてください、勝たせてください。頑張ります、頑張ります。よろしく、よろしくお願いします。最後までありがとうございます。多いところからありがとうございます。